こんにちは、タカです。質問コーナー行ってみようと思います。結構ね、あれですね、ちょくちょくリクエスト、質問&リクエストのとこにね、いただいてるんですけど、まあ、ちょっとずつ答えていきたいと思ってます。じゃあまず行ってみましょう。人生初の万年筆スーベレーン M400 を購入しました。 YouTube を見まくってお店で試し書きもさせてもらい、ウキウキで家に帰ってきて、さあ書いてみると、なんと字がかすれる。これっていわゆるハズレってことなんですか？書くことで治るのか、自分で何とかできるのか、それとも保証が効いている間にペン先交換してもらえるのか教えていただけませんか。なんともほろ苦い万年筆デビューです。タカさんのデビューの時はどうでしたか、ということです。これお店で試し書きをさせてもらって、試し書きさせてもらってそれを買ったのか、試し書きさせてもらって別なのを買ってきたのか、これでも結構違いますよね。僕はお店で試し書きをさせてもらう場合は、その試し書きさせてもらったやつを買ってきます。結局やっぱり万年筆って個体差があるから、どんなに値段が高くても個体差はあると思うんですよ。お店で買う時の、ポイントというか、やっぱりこれが、試し書きさせてもらって、それで納得したものを買ってくるっていうのがお店で買う、大きな理由というかね、かなと僕は思ってて、で今ネットで買える時代で、定価よりもね安く買えるところが多いっていうところで、お店で買うのって大体定価じゃないですか。やっぱりその定価で買うっていうところで、僕はね、そのもう書き心地に納得してそのものを買ってくるから、いいのかななんて思いますけどね。でもしそのどうなんでしょうね、僕スーベレーン使ったことないんで何とも言えないんですけど、買ってで試し書きというか、買ってね、書いて字がかすれるとか書き心地に納得いかないっていう状態だったら、即そのお店に調整に出します。保証期間内に調整に出す、ペン先交換というよりは調整じゃないですか、と思いますね、僕はね。で、調整次第でやっぱりね、もう良くなっちゃうと思うんで、良くなっちゃうと思うというか、もう良くなりますよね。新品で買って調整に出すっていうのは、僕は意外とねよくあることなんじゃないかなって思ったりもしてます。やっぱり調整しないと、もう最近の僕の感じてることですけどね、万年筆って買ったまんまじゃなくて、買ってから自分に合うようにとか、さらにそのね新品状態からより書きやすくするために調整をするっていうのは結構大事なことな気がするんですよ。だから買った状態の、その買った新品の状態っていうのは、本来のその万年筆の書き味ではないっていう感じですよね。だから調整してその万年筆の本来の書き心地を手に入れる必要がある。で、そのために最初ね、書き心地がなんかしっくりこないとか、ちょっとカリカリ感じるとか、そういうのでもこう書き続けることで書き心地って良くなってくるから、だから
僕がね、セーラーのプロムナード、14金のね、ペン先のセーラーのプロムナードを買った時、僕はアマゾンで買ったんですけど、まあ最初ね、いまいちだったんですよ。やっぱりなんかこう納得いかない、こう書き心地というか、結構ねカリカリもするし、変にこうインクが出ない角度もあるしとか、そういう感じだったんです。で、そのね、初めての金ペンっていう感じだったから、いやーでも金ペンの柔らかさは感じるのに、なんだろう、このしっくりこない感じっていう。で、そのプロムナードは結局僕調整には出してないんですけど、ひたすら書きまくってましたね。だから最初もうくる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 っていう丸、丸とか8の字っていうのを、A4 の紙何枚だろうっていうぐらいね、たくさん書いてました。ひたすらくる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 紙に文字書いてるみたいな。丸書いたりくるくるしたり、文字あいうえを書いたり、もうとことんふわーっとひたすら書いて、でいつの頃からかね、もうすっごいストレスなすストレスなすストレスなく書ける一本になったんですよ。だから今プロムナードはね、僕インクを入れて常に書ける状態にしてるうちの一本になってますけど、書くことですごく良くなると思います。ただ、書けば良くなる場合もあるし、実はペン先開いてるとか、調整しなきゃいけない場合もあったりとか、多分いろいろあると思うんですよ。なので、その辺ペン先見てみないとっていうのもあるとは思うんですけどね。まあでもどっちにしても、保証がね、保証期間のうちに一回調整に出すのがいいと思います。で、僕の万年筆デビューの時はどうでしたかっていうことですよね。僕の万年筆デビューって、まあ本格的な万年筆デビューになったのはパイロットの書くのからかなと思うんですけど、まあ僕 そんなにストレスもなく、何の不満もなくっていう感じですよね。で、何の不満もなく、わあいいなーって思ったパイロットの書くのと、で、ああこんな書き味もあるんだ、いいなーって思ったペリカンの、ペリカーノジュニアと、ですごい感動を知ってしまったパイロットのコクーンと、みたいな、なんかそういう感じでこう万年筆を手に入れてったんで、全く不満なかったですね。で、こういきなり高いのを買ったわけでもないから、ものすごい期待をしてたわけでもなかったとは思うんですけどね。いきなりね、こう3万円とか4万円とかする万年筆を最初の1本として、買ってたらまた違う印象を持ったかもしれないけど、僕の場合はもうしばらくずっと格安万年筆たちをひたすら使ってた感じなんで、そうですね。で、初めての金ペンっていうのがセーラーのプロムナードで、その時は、っていう感覚を最初持ってました。でも今はもう書き込んで、もう書き続けたおかげでこの滑らかさを手に入れたんだ、みたいなね、書き心地も感じてるんで、これはこれでいいのかなと思ってます。ということでね、もう一個質問いこうかと思ったんですけど、話してたら 長くなった。ちょっともう一個だけ、もう一個だけこれだけいこうかな。私の古くからのダチの誕生日プレゼント。
11月11日ポッキーの日らしいということでね、45歳に万年筆をプレゼントしたいのですが、なんせ彼の人生において万年筆を使ったことがない。そんな友人たちには、どんな万年筆がいいでしょうか、しかも扱いが雑なんです。身分相応もあれば年相応もあります。さすがに核のプレジールはかわいそうに感じたりということで、手紙なんかもフリクションを使って書いて送ってくる彼なので悩みますということで、難しいよねこの質問ね。扱い方が雑、どのぐらい雑なのかな、どのぐらい雑なんでしょうね。わかんないですけど、でもそうですよね、初めての万年筆っていうので扱い方が雑、何がいいんでしょう。なんとなく3000円から5000円ぐらいの万年筆で結構いいんじゃないかなっていう気はしますけどね。まあ近辺である必要はなさそうな気はするんですよ。まあでも雑っていうのがね、ぐっとこうなんか力強く書いてしまったりとかだと、鉄ペンだとね、二分開きっぱなしとか、なんかそういう状態になりかねないのかもしれないけど、どうなんでしょうか。まあ3000円、5000円ぐらいになってくると、もう僕がパッと思い浮かぶおすすめはパイロットのコクーンなんだけど、まあすごく見た目がスマートで、まあ個人的にね、好みっていう、そういう見た目っていうのもあるし、でも一つあれですね、もうすでに書きやすい状態であることっていうのが大事かもしれないなって感じましたね。こう書いてくうちに万年筆がね、こう自分に合ってくるっていう感覚はなかなかそういうペンだと難しいのかもってちょっと思いました。だからすでにもう書きやすくて、インクフローが良くて、そう、インクフローがいいっていうのが結構大事かも。スッと書いたらなんかピョッと書けるっていう、書き込んで良くなったみたいな状態じゃない方がいいですね。もうすでに書きやすくなってるものを渡せるといいんじゃないでしょうかね。そう、だから書きやすい、すでに最初から書きやすいっていうことと、あともう一個はインクの乾きがあまり気にならないものがいいと思います。万年筆をプレゼントしても果たして毎日使うのかどうか、最初の頃少し使ってしばらく置いて、あってもう一回使った時にインクが乾いてたら、あ、もう使えなくなってるって終わってしまわないようにっていう、そこも結構大事かもしれないですよね。って考えるとプラチナとかがいいのかも。プラチナのスリップシール機構になってる万年筆の中から選ぶ。まあ最初の書き心地がどうかっていうのがね、わかんないから一回自分で試し書きした方がいいですよね。で、あ、これならいいなってもう一回ちゃんと洗ってから渡すみたいな、ってなると、Amazon とかでセンチュリーをちょっと安めで買って、で書き心地チェックしてプレゼント。まあセンチュリーだとあれか、7,000-8,000円ぐらいにはなるのかな。まあでもね、それなりのプレゼントとしてはありなのかな、どうでしょうかね。そう、書きやすさっていうのも大事だけど、乾かないっていうのもすごく大事な気がする。乾いてしまってそれっきりっていう人も意外と多いかもしれないもんね。はい、そんなのがいいんじゃないでしょうか。僕の意見ですけどね、僕の勝手な、ちょっとね話してるうちに、あ、プラチナの
センチュリーがいいんじゃないっていう、そう思いました。はい、ということで、質問2つ答えましたけどね、またぼちぼち質問に答えていきたいと思います。